のひらに漢字をなぞってみると物語が見えてきます。雲の流れ、星の瞬き、草原を駆け抜ける動物たち。いにしえの人たちは自然の中で生かされていることを知っていました。漢字はもともと素直に描かれた一つの絵だったのです。その一文字一文字に先人たちのどんな思いが込められているのか、時空を超えてその成り立ちを探る旅に出かけませんか。漢字に込められた物語を紐解いて、古の人の息遣いを感じたその時、生きていくための知恵や勇気を授かることでしょう。感じて漢字の世界。今日の漢字はよもぎ。仙人が住むと言われる場所、蓬莱の蓬とも読む漢字です。よもぎという字は草冠の下に合う、逢瀬を重ねるの逢と書きます。この合うという字から新入を取った部分は方と読む字です。方という字はまず冬という字の上半分を書きます。これはつま先を下に向けた足の形を描いたもので、下る、降りるという意味を表しています。その下には漢数字の三と、それを縦に貫く一本の線を書きますが、これは上に伸びて茂る草木の枝を表しているとも言います。神妙も降りる、行くという意味を表す部首。ここで天からこの草木に降りてきて宿るのは神様です。つまりよもぎという字は枝の葉が盛り上がっている場所へ神様が宿る植物という意味なのです。仙人が住む場所、蓬莱という言葉によもぎという文字が使われているのもうなずけます。よもぎの語源については諸説あります。四方に向かってよく繁殖する木ということで、四方をよもと読むよもぎ。また葉っぱの裏に生えた細かい毛がよく燃えるため、よく燃える草でよもぎになった説もあります。よもぎはその燃えやすさを利用してお灸のもぐさに使われている植物。そのままでも燃やしても爽やかな香りが立ち上ります。またさまざまな調理法で食べたり生薬として利用されたりしてきたよもぎ。神様が降りてくるのにふさわしい力を備えた植物として人々から愛されていたのです。感じて漢字の世界。今日の漢字はよもぎ。神のよりしろとしての植物を意味する漢字で、よく生い茂り、さまざまな薬効を持つ春の野草として今なお親しまれています。ではここでもう一度
よもぎという字を感じてみてください。戸田にえやわいぶきのさしもぐさ、さしも知らじなもゆる思いよ。これは百人一首にも選ばれている藤原実方が詠んだ有名な一首。とある女性に胸を焦がす情熱的な恋心を燃えるもぐさに例えて詠んだ歌です。このさしもぐさとはよもぎのこと。滋賀県の伊吹山はよもぎをはじめ薬草の産地として有名です。光る春風が運ぶのは愛しい人の香りにも似たかぐわしさ。その香りは邪気を払うとも言われ、端午の節句にはよもぎを軒先に吊るす風習もあります。でも香りの幸せもいいけれど、ここは花より団子。柔らかい若葉はよもぎ餅やおひたしに、立派な葉っぱは天ぷらに、春爛漫の美味しさです。漢字は3000年以上前の人々からのメッセージ。その思いを受け取って感じてみたら、今日一日が違って見えるはず。それではまた来週。山根元代でした。